寒いな。うん、この冬一番の冷え込みですって。おい、障子閉めろよお前。やよ。なんでやなんだよ。寒いから動きたくないもん。不祥だなお前。しょうがないでしょ。ったくもう。ちょっと新聞取ってくれ。自分で取ればいいでしょ。お前のが近いじゃねえかよ。取ってくれよ。持ってくかお前。なんでこたつ持ってくんだよお前は。寒いだからしょうがないでしょ。ちゃったでしょ。もう少しは動けよ。まったくよ。あなたが動けばいいでしょ。ちょっとハイジャー取ってくれ。自分で取ればいいでしょ。お前のが近いんじゃねえのか。しょうがないわ。たくもうだからこたつを引っ張んなっつんだお前。寒いの。武将だな本当にお前は。ぐちゃぐちゃじゃない。どうしてくれるのよ。お前が立って歩かれたからだよお前。だって寒いじゃあ来たぞ。あなた出てよ。お前出るよ。あなたが出てよ。ったくもう。おいマナミ、ちょっと出てくれ玄関。はーい。なんか、なんだ今。お前、頭いいね。でしょ。こたつ履いてんのか。うん。だからどうなってんだこれ。いや、エッチ。いや、大丈夫です。すいません。すいません。汚ねえよ、お前。ごめんなさい。いや、大事ですよ。どうだよ。すいません。ごめんなさい。せんだよ、お前。すいません。どうだ、油は。大丈夫です。やろう。何言ってんの俺。気持ちいい。ほんと来てよかったね。でしょ。たまには会社サボってのんびりしなきゃ。言えてる。飲んじゃう。あー、いいねはい、おいしそう。それじゃ、乾杯。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 温泉はいいよな。温泉はいいよ。お酒もいいよな。気持ちいい温泉は。この温泉の効能は何これ。肩こり腰痛。あ、地でもいいんだって。俺地なんだこれ。ほら地。あ、腸が温まってきた。なんか絵が出そう。
どうした、原？話があるなら職員室で。誰にも聞かれたくないことなんです。え？こっちで。どうした？どうしたの？ねえ先生、先生って独身ですよね？ああ、独身だよ。先生って一人暮らし？ああ、一人暮らしだ。じゃあ、先生のお部屋に女の人が来たりすることってあるの？それはほとんどないな。まあ、たまにマッサージが来るぐらいで。じゃあ、先生のお部屋ってどんなお部屋？どんなっても普通の部屋だぞ。お布団？それともベッド？一応ベッドだ。先生って、うん、私のことどう思ってるの？どうって、それは可愛い教え子だよ。私のこと嫌い？いや、嫌いじゃないよ、嫌いじゃないよ。何言ってんだよ。だったら、うん、私のお願い聞いてほしいな。なんだね。私、うん、先生のお部屋に行ってみたいの。え？ダメ？いや。お願い。お部屋の鍵貸して。部屋の鍵？うん。703号室。先生、ミキエ嬉しい。でーす。あ、おめえ、どうしたどうした。先生がね、お部屋貸してくれる。マジ？行こうぜ。帰ろう、帰ろう。あ、どうもどうも。あ、ごめんなさいよ、ごめんなさいよ。マリウヘ、来たぞ。本当に来たよ。始まった。なかなか若い先生だな、これ。え？起立。礼。着席。それでは授業を始めましょう。今日は授業参観です。皆さんのお家の、ね、方が後ろに来てますので、張り切って頑張りましょうね。はい、頑張れよ、はい、頑張れよ。じゃあまずは算数の授業から始めましょう。今日は掛け算の振り返りをしましょうね。では先生が問題を出しますので、分かった人は手を挙げて答えてくださいね。はい、はい、ではまず最初の問題です。 3×4 ははい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 、手上げろ、はい、じゃあ手上げろっての。スノロさん、はい、12です。あ、正解、発表。すげー、すげーじゃん。手上げろよ。おじいちゃん、わかんない。だって上げろ。おじいちゃん、ご家族の方、後ろにお願いします。はい、じゃあ続いていきますよ。続いては 5×5。 はい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 、手上げろ。暴力はやめてくださいね。幽霊がこれで答えないから。はい、はい、幽霊くん大丈夫かな。うん、大丈夫。ましょうね。続いて 7×3 は、はい、はい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 、手上げろ。じゃあ、丸中さん、21です。正解。ですから後ろにお願いします。手あげねえから、お父さんが。スリッパ履くものですから。はい、はい、ゆえくんいきますよ。はい、次は頑張りましょうね。はい、ではいきます。続いては 9×9 は、はい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 。じゃあおじいちゃん、わかりません。懐かしいな、これ。見てるよ、見てるよ。深い夕日がオーシャンサイド。
ずいぶん古い歌を歌うな。なんでよ、なんでよ。びっくりしたで。しかし、マナメ遅いな。何やってんだな。遅くなったっきゃ。お前何やってんだよ。遅いよ、ちゃんと時間守れや。水は見えてから遅くなったっきゃ。ほんとね。しかしよ、早いもんでよ。来年もう卒業だぞ、高校。やべえな。小学校の頃からずっと一緒だったのが、ついに別れは体になってしょんだ。なんだか寂しいね。ダビア、あのみんなよ。ダビアってどこだよ。お前いやいや、おこれ言葉だ。うちのこの方言でダビアはねえだろお前。いやとにかくな、俺たちはあの村出るわけじゃねえからよ。ずっとまた会える時会えるべ。いつでも会えるべ。私たち一緒友達だべ。そうだべ。お前で。高校卒業した後決まってんのか進路は。分かっちゃうよ。俺多分よ、役場か農協に勤めると思う。親父のコネがあるからな。そうだな、まあな。コネあるからな。父ちゃんがね、堅い仕事しろって言うんだ。まあいいやな、ずっと給料はな、固定してくれな。うれしいや。ダビアは何やんだよ。ダビアは俺か泥棒か。いや泥棒やるわけねえだろ。泥棒やんねえよ、俺んちは畑やるべ。だから親父の後継いで長男だから農家だ。農家か。ああ、もう後継ぐしかねえや。長男だもんな。そうなんだよな。まあまあ見ようよ。うちは父ちゃんと母ちゃんに早く嫁さげって言われてっから、卒業したらお見合いして結婚するかもしれねえ。おめえは結婚っていうイメージじゃねえだろお前な。愛人っていうイメージだよな。そんなことねえ。いい奥さんになっから。やれるんだな。でよ、ケンちゃんはどうするんで。俺がちょっと悩んでんだな、これがまた。なんで。いや父ちゃんはよ、あの堅い仕事しろって言うんだけどよ、俺はちょっとまあ夢があるんだ。夢いつでも夢を。夢があんだ。でその夢ってなんだべ。俺はもともとほらビートルズが好きだべ。おお、好きだもんな。音楽やりてんだよ。だからミュージシャンになりたくてよ。ミュージシャン。驚くねえべ。ミュージシャンって。こんな村じゃそんなの無理だね。村じゃねえ、ここでやるんじゃねえよお前。俺は東京行くんだよ、東京に。東京。驚くねえよ。でもケンちゃんよ、東京なんておめえ怖えとこだぞ。なんか当てやんのかおめえ。バカだな、東京にはチャンスがゴロン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 転がってんだよお前。青春は一遍しかねえ、人生一遍しかねえ。好きなことはやりてんだよ俺はよ。まあ確かに面白い気もするけどな。私も憧れるな、そういうの。ダベそうかな。ダベ、おいおい、なみんなで言おう、バンド組まねえか。バンド。いいよ声が。いや、バンドってあれ、バンドってこのバンドじゃねえぞ。でもケンちゃんよ、バンドってあれ何、楽器の演奏ができないとダメだって。ダメよ当たり前だべよ。お前できんのかよ。俺ドラムやってた。ドラム何？本当に？俺見たことないや。見たことねえもんだって俺。いいのか？嘘だね。自分家でバケツとダンボールでやったんだよ。こうやってやったんだよ俺。バケツとダンボール？リズム感バトルだ俺。ズズンダダダズンダダダ。随分ないけど、まあそんなもんかな。ヘルプ、アニスさんバーディー、ヘルプだから。かっこいい。ビジュアルだ。もう英語の発音にはもう自信あるからね。かっこいい。かっこいいな。お前なんか楽器できるか？俺はもうできねえな。運動会で太鼓ほら応援のドンドンってやつ、あれやってくれたべ。でもビースっぽいな。ビースできない。ベースがビース、ビースじゃできんのにか。ビース、まあ太鼓でもいいけどな。太鼓とドラムできんの。大丈夫かそんなバンド。太鼓とドラム、まあ大丈夫か。俺なんとかなると思うんだよ。練習すればよ。まあ練習する。学べないといけんだよ。私はお母ちゃんに三味線習ってたっけ。三味線なんかができる。いいんじゃねえか。三味線バンドの中に三味線入ってんて他にいねえからよ。いいんじゃねえか。よかった。ええな。勝ちゃないできんだよ。縦笛しかできない。縦笛でも顔笑いだったけんじゃん。縦笛あれはメロディーラインはちゃんとしっかりしてるから。メロディーはちゃんとするんだから。縦笛を何かそういう楽器に変えてだな。やりゃいいんだよ。なるほど。みんな練習してよ。練習したらできるかな。みんなで東京行ってよ、バンドやらねえか。本当に人当てあげようじゃねえかよ。やるか。やめや
バンドやめや。よろしくお願いいたします。いいとも、好きならばいつでも来い。あいやーやーた未熟者の目がうわそんなことでは強くはなれぬわ。あやーあよっ未熟者の目がそんなことでは強くはなれぬわ若者めが。あやあやあやあバカめが。武士道ではスネを狙えとある。そんなことでは強くはなれぬわ。あやあやあほあて。前に一言言っておく。武士道というのは、はい、あやこのタイミングを覚えろ。あやお前が今やったのはあやこんなタイミングは武士道にはないわ。先生同じとこじゃなくて少しずらして楽しいバカ者。あれ隙があるわバカ者。そんなことでは強くはなれぬわバカ者め。あやあやあ未熟者の目がそんなことは読めておるわ。あやああ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 あ武士道二十三条にな行ったら帰ってはならぬわバカ者。汚い手を使うではない。言ったら言ったっぱなしにしろバカ者。武士道にそんな手はないわバカ。先生あ洗濯物を取り込んできます。よし行ってこい。あ疲れたな。ありゃあだそれ武士道で笑いながらするやつあるか。頭ならともかくこういう体験は初めてだ。武士道ではインチキしてはならぬわ。自分が受けられないもんだから顔に来たら受けられるかもなもんがバカ者め。あやバカ者め隙を作ってはならぬわ。あそうだあちょっと待て前に一言言っておく。武士道であそうだっていうのはやめろバカ者。自分が受けられないもんだからあれ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 バカ者行ってまいります。武士道でおとりを使ってはならぬわバカ者。正々堂々としろ。武士道でインチキはいけないわバカ者。あやあバカめ出てくるのみがそんなことはこれ武士道ではな武士道で弾を撃ってはならぬわ。汚いなこの水を。そんなことでは強くはなれぬわ。ありゃー恐れ入りました。
ださいだ誰よ経営者ですさあ私をお呼びになったでしょう、うん、こんばんは遅くなりました。何してんの？ちょっと体の具合が悪いもんで。具合が悪いって、どうしました？医者が言うにはあと何日もつか。それはお座敷無理だよ。あんた家帰って休んだらいいよ。いいえ、今日が最後のお座敷になるかもしれません。一生懸命賑やかに参りましょう。よろしくお願いいたします。お酌しましょう。あ、無理だ。いいえ、私自分でやる、はい、すいません、もしよかったら私にも一杯いただけますか？すいません。はい。どうしたの？これが最後のお酒かと思うと悲しくて、いただきました。何しろ。大丈夫、今の大丈夫です、はい。何してんの？立とうと思ってんですか？踊りを踊らないと。いいや、無理しないでいいって。最後のお座敷です。立派に務めさせてください。はい、じゃあ、手貸そうか。お願いします。捕まってね。はい。はい、しっかり捕まって。はい、大丈夫。踊りますから、はい、やめてください。病気の計算を、やめてください。すみません。踊れる？大丈夫です、ね、頑張りますから。踊れるの？はい、見てくれました？私の踊りを見てくれましたか？私の踊りを見えなかった。見ててください。立てる？はい見てくれましたか？そこやめてください。そういうつもりじゃないんだ。何を踊るわけ？東京音頭。すみません。いいね。歌っていただけますか？立てる。大丈夫です。はい。行きますよ。はい、踊り踊り。すみません。そういうの。はい。テンポが早すぎる。踊り。私の手拍子に合わせてください。はい。踊り お願いします。医者が続きますから。点滴の時間なんです。
願いします。お一つどうぞ。にやかに参りましょう。いいこれはどうですか。ダメだダメだダメだ。